はいどうも、 VTuber 解説のアラハントです。2022年5月22日、ホロライブ所属の犬神コロネさんが活動休止を発表されました。その日の配信でコロネさんは活動休止の理由を語られたのですが、そのうちの一つに、ファンだった人が自分を嫌いになって辛辣なことを言っているのが辛い、どうしたらいいかわからなくてマネージャーに相談したら一度活動を離れようということになったというものがありました。つまりファンのアンチ化が休止理由の一つということです。コロネさんが言っている人物かどうかは不明ですが、5月12日にとあるコロネファンのアンチ化が某所で話題になっていました。この動画ではその内容を紹介させていただきます。赤で塗りつぶした彼、かなり前からコロネさんのファンだったようで、コロネさんの切り抜きを作ったり、コロネさんから返信を何度かいただいたりしていたようです。こんな彼がいかにしてコロネアンチになったのか、時系列順に見ていきましょう。これは反転する直前のツイートです。コロネさんの幸せを願っています。下の午後7時46分のツイートがアンチ構え最後のツイートです。ここから十数分で一気に変わっていきます。午後8時2分、コロネさんを吐きそうになるぐらい嫌いになります。メンバー大会は正解だったとか言ってますね。コロネさんへの怒りが収まらない様子、見たい方は一時停止してみてください。左下のツイッターとなんか謝罪してますね。コロさんに捨てられたとか言ってますけど、何を指しているのかは不明です。右のツイート、コロさんのことが大好きであることは亡くなったじっちゃんにもはっきり言えるんだそうです。左下、コロさんの笑顔が自分に向いてなかったことを嘆いています。マジでこんなやつのどこが好きだったんだろう。マジでコロさんのこと、ぬほど憎いな。亡くなったじっちゃんにも大好きだって言えるんじゃなかったんですかね。大好きな女に捨てられた悲惨な男。ホロライブの白衣小寄さんに乗り換え、コロネさんには別れを告げるツイート。いろいろあったけど、それでも君を愛してるよ、だそうです。とまあこんな感じです。他のツイート見てみると、どうやらコロネさんに YouTube コメントをブロックされた、あるいはブロックされたと思い込んでいるようです。ブロックされたとしたら、それをやったのはコロネさんか、あるいは他のモデレーターか、それともただ NG ワードに引っかかって画面に表示されなかったか、そのあたりは全くの不明です。この人ももともとは熱心なファンだったわけで、こういう風になるのはさすがにショックを受けるだろうなとは思います。おそらくコロネさんが言っていた自分を嫌いになったファンというのはこの人のことだと思います。この人じゃなかったとしたら、他にも反転アンチがいることになり、それはそれでやばいことになります。さて動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。失礼します。